かつて世界中の探検家が新たな土地を見つけようと躍起になった。どんなに小さな島でもほぼ取るに足らない島でも見つかるたびに大騒ぎとなり、発見者は永遠の名誉が保証されたが、それも遥か昔のことである。今では地球のあらゆる場所は宇宙から眺められ、世界から秘境が消え去ってしまったように思える。人が調査していない場所はもはや存在せず、七大陸以外は膨大な海水で覆われていると皆が信じて生きている。だが我々の目はとんでもないものを見逃していたようだ。近年、実は八つ目の大陸があることが判明した。その名はジーランディア。タスマンティスとも呼ばれるこの大陸は、1820年に南極大陸が見つかって以来、最大の地理的発見と言えよう。とはいえ、本当に大きなものになると、その分類に関して意見が割れてしまう。例えば、冥王星が惑星の称号を奪われ、準惑星に降格したことはご存知であろうが、今のところ大陸もまた完璧に定義されているわけではない。ウィキペディアでは、大陸とは優位な水域で切り離された、十分に広く連続的で、各々が独立していると認識される陸地と記述されているが、それは相対的な判断でしかなく、厳格な基準は設けられておらず、現在も議論が続いている。ともかく一般的に大陸といえば、標高のある乾いた土地を指す。今ではどの大陸も徹底的に調査され尽くしてしまい、もう地上に新しい発見はないと思われていたが、これは予想外の発見であり、その経緯をたどるのは優れた推理小説を読んでいる気分になる。研究者の間では長らくもう一つの別の大陸の存在が噂されていた。ニュージーランドとニューカレドニアの島々は地理的に一つの沈んだ大陸である可能性が指摘され、ニュージーランド近海の海底を探索した結果、奇妙なパターンが見つかった。まず前提として、地球の近く全体は海洋と大陸の2つに分かれており、海洋近くは主に玄武岩、大陸近くは主に花崗岩で構成されていることは知られているが、ニュージーランドとニューカレドニアそばの太平洋で地質調査をしていたところ、どう考えても沈んだ大陸のものとしか思えない広大な花崗岩の層に遭遇。すぐに火成岩や変成岩、堆積岩など様々な岩石が見つかり、どれも海底で作られたものではなかった。この領土の広さを調査していると、驚きの事実が判明。ニュージーランド付近の水没した陸地は水深1000メートルから始まり、しばらく進むと急降下する断崖絶壁に突き当たる。断崖下の海底は水深約3000メートルにあり、大陸の特徴である大幅な高低差が明らかとなった。ジーランディアが8つ目の大陸であるもう一つの証拠は、海底岩石の分析結果である。過去20年以上様々な海から採取されたサンプルと比較し、ズーラシア付近の海洋近くは比較的最近に作られた玄武岩であることが分かり、島を取り囲む海底表面には砂岩や石灰岩、花崗岩などが含まれており、大陸近くの作りと一致する。数十年にわたる研究でこの隠れていた大陸の境界と構造が特定されたが、それには人工衛星が活躍した。衛星画像のおかげで海底の詳細な地形を表す地図が完成し、近年のデータ分析からオーストラリアとジーランディアの海底山脈の間に海洋近くの溝があることが判明。自然にできたこの境界を説明できるのはただ一つ。これらの地域は遥か昔に切り離されたものであり、海の下にはさらに特大のものが横たわっていた。ジーランディアは広大な領土を持ちながら、ほとんどがタスマン海の下に隠れている。この新大陸は例えれば氷山のようなもので、陸地の狭い一角が海面に見えているだけである。だが実際は決して小さいものではない。大陸の見えている面積は
全体の 6% ほどで9割以上は沈んでおり、ニュージーランドとニューカレドニアといくつかの島々が海面に顔を出しているに過ぎない。ちなみに特異な形をしたボールズピラミッドもその一つである。ジーランディアは平行に並ぶ2つの尾根からなり、比較的浅い断層で区切られている。尾根は海底から約1000から1500メートルの高さがあり、山頂のほぼ全域に火山活動が見られる。専門家によれば、もしジーランディア全体を浮上させれば、壮大な山脈が目の前に現れ、その美しさと多様な地形は現存するあらゆる山脈を凌駕するという。だがこの大陸本土に住むとなると、きっと惨劇に見舞われるであろう。この近くの奥にはジーランディアをスーパーポンペイに変えてしまうほどのマグマがうごめいている。一体この大陸はいつ誕生したのであろうか。約5億年前、南半球には南極大陸、インドとアフリカ、南米とオーストラリア、ニュージーランドを含むゴンドワナ大陸と呼ばれる超大陸があった。1億8000万年前の中生代にゴンドワナは徐々に分裂し始め、それぞれ分散し今の位置に落ち着いた。南極大陸とオーストラリア、そしてジーランディアは分離し、それぞれ別方向に移動して、その間に海ができた。だがジーランディアには変わった特徴がある。一説ではゴンドワナ大陸が分裂する直前、地表が大きく引き伸ばされ、ジーランディアが拡大。この面積の増加により大陸地殻層が大幅に薄くなり、ジーランディアの表面が沈み、徐々に海面下に後退していったと考えられている。調査によれば、かつてジュラ紀の頃、大陸の表面は松を中心とした森林に覆われていたという。南島沖にあるクリオ湾には石化した木の幹が多く見られ、かつては立派な森であったことがうかがえる。また氷河期の間、大陸の大部分は海ではなく陸地であったことが判明しており、2006年には当時の哺乳類の顎の化石が海底から引き上げられた。大洪水で大陸はさらに荒廃し、火山噴火が頻発したためほとんどの生物が死に絶え、化石に変わった。約3000万年前に大陸の浸水がピークを迎えたが、現在は再びゆっくり隆起しているという。これは地殻変動と関連しており、数千万年後にはオーストラリアプレートが移動し、ジーランディアは真っ二つになると予測されている。他の大陸と比べると、ジーランディアの面積は490万平方キロとかなり狭く思えるが、インドと大差はなく、ヨーロッパの約半分の大きさである。新大陸を構成するプレートの動きが地球規模の大災害につながることは今のところなさそうだ。一つ興味深い点として、この発見を直ちに記録し、どの世界地図にも記載すべきと主張する研究者がいる。彼らは皆ニュージーランドや周辺の島出身である。大部分はまだ未開拓だが、ジーランディアには豊富なガスや油田、数多くの鉱物資源が存在すると予想されている。彼らは政治家ではないであろうが、地図の変更は問題をはらんでおり、政治と経済において世界の力関係が変わってしまう可能性もある。ある地域の経済的境界は自然の境界に沿ったものであるべき、特に国連海洋法条約ではそう示されており、この新大陸の境界が認められれば、その上にある国の領土が自動的に広がることになり、潜在する鉱物の採掘や資源獲得の権利も拡大する。現在世界は新しいエネルギー源を求めて熾烈な競争を繰り広げている。かつてジーランディアと南極は一つの大陸であり、近年南極の氷床下に天然ガスや石油など膨大な資源が眠っていると言われているため、新大陸はそこに住む者たちにとって金のなる木になるかもしれない。たとえ資源が乏しいことが判明しても、科学的にも多大な影響を与えることに変わりはない。この大陸地殻の動きに関する新たな情報は大陸移動説のもう一つの証拠であり、地球の将来が
地球が将来どのように変化していくのか、より正確に予測できるようになる。厳密には大陸であるかもしれないが、それでもGランディアがすぐに地図に加えられる可能性は低い。この大陸は完全に探索することができず、まず人が住めないので、フィクション以外で地図に乗ることはないであろう。だが何百年か何万年後にこの大陸が再び浮上し、海の底から姿を現す可能性は十分にある。あなたならこの海底大陸Gランディアを8つ目の大陸として地図に載せたいであろうか。